各種ケーブルの配線をしていきます。マザーボードにはさまざまなコネクタが存在します。これからそれぞれに配線を行っていきます。先に各種コネクタのご説明をいたします。 EPS8P CPU に電源を供給するためのコネクタです。電源からのケーブルをつなぎます。24ピン、マザーボードに電源を供給するためのコネクターです。こちらも電源からのケーブルをつなぎます。 CPU ファン、その名の通り CPU ファンをつなぎます。 CPU クーラーに電源を供給するためのコネクターです。 CHA ファン、 PWE ファン、どちらもケースファンを接続するためのコネクターです。ファンを回すための電力を供給します。オーディオコネクタ、フロントのヘッドホン、マイクのコネクタを使用するために使います。ケースにつながっている HD オーディオというコネクタを接続します。 USB 3.0、 ケース前面にUSB 3.0 コネクタがあるときに使います。今回は使いません。 USB 2.0、 ケース前面の USB 端子を使うために使用します。ケースにつながっている USB のコネクタを接続します。 SerialATA 3.0、 白い端子です。より高速なシリアル ATA コネクタです。 SSD を接続するとその速さが発揮できます。シリアル ATA2.0、 青色の端子です。 HDD や DVD ドライブなどを接続します。 フロントパネルコネクタ、 ケースフロントの電源やリセットのスイッチ、パワー LED を使用するために使います。ケースにつながっているケーブルを接続します。では実際に接続していきます。ケースの前面から伸びているフロントパネルのコネクタを接続します。取り付けが簡単になるクイックコネクタを使用します。マザーボードの付属品からこのコネクタを取り出します。電源スイッチ、リセットスイッチ、HDD、LED、パワー LED をそれぞれ接続していきます。色付きがプラス、なしがマイナスとなりますので、HDD LED の場合、赤がプラス、白がマイナスとなります。このようにコネクタに接続が完了したら、マザーボード側に接続します。続いて、ケース前面の USB ケーブルを接続します。向きに注意しながら、マザーボードにしっかりと差し込みます。同じく前面のオーディオケーブルを接続します。ケースから伸びるケーブルは二股になっていますが、 HD オーディオと書いてある方を使用します。続いてシリアル ATA ケーブルの接続です。まずは
シリアル ATA3.0 のケーブルを用意します。DVD ドライブにはシリアル ATA2.0 のケーブルを使います。電源に接続したケーブルとつなげます。最後にグラフィックカードを取り付けます。スロットに挿したらリアスロットをネジで固定します。電源、リセットスイッチのケーブルを接続します。CPU ファン、ケースファンが回り始めました。変な音がしていないか、各種ファンがちゃんと回っているかを確認したら、その他が正常に動いているかどうかを BIOS で確認していきます。続いて、BIOS 設定です。インテルの純正ファンを使う場合は、確認するだけで終了となりますが、今回は静音ファンを使用したので、警告が出ています。ファンスピードの CPU ファンが赤くなっています。使用した CPU クーラーの回転数が純正に比べて低いため、この設定を変更し、警告が出ないようにします。分かりづらいので、言語を日本語に変更します。次に、画面右上よりアドバンスモードに入ります。ファンの回転数の低さが問題なので、CPU ファンの最低回転数を200に変更します。設定を保存して再起動すると、赤表示の部分が青に変わっていきます。これで OK です。サイドパネルを取り付ける際、ケーブル類を引っ掛けないように注意しましょう。
再起動したらドライブに OS のディスクを入れます。それぞれ確認して次へをクリックします。新規インストールを選択します。接続されている記憶領域が表示されます。今回は SSD にインストールしますので、容量が 120GB 弱のドライブを選択します。ユーザー名、PC 名を入力します。ついでパスワードの設定を行います。プロダクトキーの入力です。セキュリティの設定を行います。推奨を選んでおきましょう。次に時刻設定を行います。これが終わればインストールが完了です。無事に組み立て PC が完成いたしました。いかがでしたでしょうか。お仕事にゲーム、ネットなど充実した PC ライフをお送りください。最後にドスパラのサポートのご案内です。 PC の調子が悪い、壊れたという症状の場合は、こちらのホームページの FAQ 検索をお試しください。FAQ の方法で改善されない、その他問い合わせ、またどうしても組み立てがうまくいかないという場合、お近くのドスパラ各店、もしくはコールセンターをご利用ください。